はい、それではですね、今日は、豚フィレのですね、掃除の仕方となります。牛もですね、同じようなさばき方となりますので、ぜひ参考にしてもらいたいなと思います。はい、まず袋から開けましたら血がですね、いっぱい垂れてますんで、ペーパー等で血の気をこう取ってもらいます。血の気を取りましたら、この牛フィレはですね、こう両サイドに紐、特有の紐っていうのがありまして、それがついてますんで、それを取っていきますね。これ見えるかな、ちょっとこう剥がしていくと、これね、ほらこうついてるんですよね。これをちょっと剥がし切り、こうあんまりこうビリッと剥がしてしまうと身も一緒についていって全部こう汚くなりますんで、なるべくこうちょっとそぎ切り、薄膜を切っていくような感じだな。はい、はい、ここまで来ましたら、お肉と筋、ここありますかね、お肉と筋の境目、ここはですね、紐と肉の境目になりますので、ここをですね、叩きっていきます。ちょっと筋がついてますね、ここも取ってね、ここ境目ですね、ちょうどここの部分を切り落とす。はい、これ紐ね。次、反対側も取っていきますね。ここら辺です。薄いやつがついてますんで。これね。こっからこう見えるように。こんな感じ？これね。はい、取りました。取りましたら、ここに大きな筋が1本ついてます。これ。これを取るために、この頭、こうヒレの頭と言います。頭を軽く開いていきます。こっちね、身と筋、これが筋がこう中に入り込んでるんで、これをですね、取っていきます。私が昔新入社員の時に牛ヒレをさばけって言われて、まあ、何も教えてもらってないのに、はい、さばけって言われて、はあ、1時間ぐらいかかって、いろいろこう筋を適当に取って、上司、できましたと思ってたら、うん、1時間かかったね、それは当たり前の教えてもらってないのにっていうのがありましたんで、必ずですね、この場合には教えましょう。どうでもいいんですけどね、はい、見えますかね、こう開いたら中に筋が入ってますんですね、この筋を取り除くために開いていきます。はい、次。こっちも同じように中に入っているんであれば取っていきますね。はい、こんな感じですね。そしてこの油がついていれば取り除いていきます。こんな感じですね。で、ここに薄膜もついていますんで、これも取ります。あまりですね、この身を傷つけないようにね、大体この豚フィレ1本まあまあの値段よね。次、このかぶりの部分がありまして、ここにもですね、ちょっと油が入ってますよね。この中分かるかな、この中ね、だからここも少し剥がし切りね。和牛もですね、ここにいっぱいもう油がついていますよね。これも取り除きます。はい、次はこの筋が剥がしやすいために、この上についてる油、まあ薄膜もですね、きれいに取っていきます。で、こうやって薄膜も軽くこう手でね、剥がすような感じもできますんで、はい、ある程度油とですね、薄膜が取れましたら、次はですね、大きなこの筋をですね、引いていきましょう。この筋引きの先をですね、この筋のところに先端に持っていきます。で、軽く突き刺して
上まで突き抜ける。そしてこの筋を持って、この筋と身のですね、間中にこの包丁を入れて、筋についている身をですね、こそぐような感じで取っていきます。こんな感じですね。じゃあ同じように入れて、そぎ切りみたいですね。切るよ。こっちも同じように全体を取っていきます。大きな筋が取れましたら、周りを見て余分な油を取っていくんですね。はい、ここまでできればまあいいかなと思います。あとですね、まあ、レストランではこの牛ヒレをこうポーションカットしていきますよね。ポーションカットしていくときに、どうしてもこの頭と尻尾の部分があります。で、頭はやっぱこんな風に厚いですよね。で、尻尾の部分はこう細い。でもこれを均等にしたい、そういう時はですね、いいですかね、ここら辺をですね、ちょっと若干こう折り曲げます。折り曲げるとこの細いやつとちょっとね、ちょっと太いとこが均等の厚さになると。これをするために加工しますよね。するためにここら辺、ここら辺に若干切り込みます。切ったらダメですよ。切り込みを入れてこれをこう折るような感じ、折るとなるべくこう均等な厚さになると。そしてまあ大体パールミントのですね、その決着剤をつけて、レストランではですね、こうポーションカットします。あとはですね、紐で縛って1日締めてこうやって切るという形もありますが、まあ大体はこれが普通ですね。で、シャトーブリアン、シャトーブリアン、このちょうど真ん中、一番美味しい部分をシャトーブリアンと言います。よくテレビであるよね、シャトーブリアンは。あれどういう意味かなと思ったら、この牛ヒレの頭でもない、尻尾でもない、ちょうど真ん中、ここの部分をシャトーブリアンと言いますんで、まあ、豆知識として、頭に入れておいてください。はい、今日はですね、このここまでとなります。はい、それでは皆様また次回お楽しみに。バイバーイ。はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画どうでした？今回はですね、豚のフィレ肉のさばき方となりました。ではですね、次回もお楽しみくださいませ。それでは皆さんバイバーイ。あとチャンネル登録だけお願いします。